港川の戦いは、南北朝時代の延元元年、県武3年5月25日に、摂津国港川で、九州から登場してきた、足利高氏、足利忠義兄弟らの軍と、これを迎え撃った、五代五天皇邦の新田義貞、楠木正重の軍との間で行われた合戦である。この年の初め、2月に、足利高氏は、新田義貞、楠木正茂、 北畑秋家らに豊島河原合戦で敗れて、京都を追われ、九州へ落ち延びていた。ここで、正重が、五代醐天皇に、状況が宮方に、有利な今のうちに足利方と和睦することを、進言するが、君下たちの失笑を買うだけだった。五代醐天皇は、3月に、吉貞を総大将とする、高氏追悼の軍を西国へ向けて派遣した。吉貞は、 ハリマ国の白旗城に牢城する足利ュ法の赤松、ノ村を攻めている間に時間を空費し、この間に高氏は、たたら浜の戦いで、九州を制覇して、体制を立て直すと、京都奪還を目指して、闘進を始めた。高氏は、こうもロナオラと博多を立ち、ビンゴ国の友物を経て、四国で、細川市、トキ市、河野ノらの率いる戦隊と合流して、カイロを闘進した。 高氏軍の登場に遭い、撤退を始めた日田軍に赤松勢が追撃を仕掛け、日田軍は大量の寝返りや足利軍への投降者を出しながら敗走した。一気に陣営が痩せ細ってしまった吉沢は、5月13日に兵庫まで兵を退いて、軍の立て直しを図った。足利軍が刑に迫り、吉沢から兵庫へ退却したとの早馬がもたらされると、五代醐天皇は正重を呼び出した。 正重が京都から撤退して、足利軍を京都に引き入れた後に、日田軍、楠木軍で攻撃する作戦を主張したのに対し、公家の傍門清忠は、たびたびの動座は対面が悪いとして、これを退けた。五代醐天皇は、傍門清忠の意見を受け入れ、正重に兵庫で足利軍と戦うよう命じ、5月16日に、正重は援軍として兵庫に下校した。 24日、正重は兵庫に到着し、吉貞の軍勢と交流した。正重は吉貞と交流した後会見し、吉貞に朝廷における議論の経過を説明した。その夜、吉貞と正重は組み交わし、互いに胸の内をとろした。吉貞が官軍総大将としての辛く苦しい胸の内を明かすと、正重は吉貞が武徳によって、 鎌倉幕府を滅ぼしたことや高氏を九州に追いやったことなどを褒めたたえ、玉砕覚悟の吉貞を慰めると同時にたしなめた。25日の達国、海から足利高氏の率いる軍が港側に到達し、新田、楠木連合軍と対峙した。他方、陸からも足利忠義を司令官とする陸上軍主力の大軍が西国街道を進攻し、接近しつつあった。 海からの大戦団を、太平記は、呉と義が天下を争った石壁の戦いをしのぐとさえ、述べているが、吉貞も正重も足利法の大軍に対して少しも、ひるむことはなかったという。水軍を用意できなかった日田軍は、脇や義助を将に、一族二十三人、総勢五千余機をへしまに、大立氏名を将に、一族十六人、総勢三千人を、 東路道の南の浜にそれぞれ布陣させ、陸地からの敵に備えさせた。吉沢自身は総大将であり、諸将への軍令を出すため、和田岬に2万5千の兵で布陣した。一方、楠木軍は、竹の軍勢を入れず、700余気で港川西の宿に布陣し、陸地から攻めてくる敵に備えていた。この、吉沢の陣立ては、不思議な陣立てであったと言われる。吉沢は、 南から上陸してくる、足利軍の軍船に背中を向けるばかりか、北に陣取った、楠木正成と、脇や義助が撃破されてしまうと、東西南の三方向が海に面している。和田岬が、足利軍に完全に包囲され、退路を塞がれてしまう形になる。吉貞はあえて、排水の陣を敷いて、配下に、決死の覚悟で合戦に挑むよう促したと、推測される。やがて、 海と陸から進んできた足利軍は互いに近づいて攻め寄せ、海の軍勢が太鼓を鳴らして、時の声を上げれば、陸にいた軍勢もまた呼応して、時の声を上げた。他方、官軍も、また縦の橋を鳴らして、エビラを叩き、時の声を上げた。太平記によると、互いの時の声は、南は、淡路の江島が、先、鳴門の沖、西は、針馬スマの裏、東は、 摂津国幾多の森にまで、三百余里四方に響き渡るほどであったという。太平記によると、新田方の本間茂氏が先に、海の足利方に矢を追いかけ、海の足利方も、高氏の命を受けた、佐々木明信が生かす、いわゆる、矢合わせが行われた。その後、海から二百余機が京島に押し寄せて上陸したが、脇や吉月は五百余機で包囲し、左右両側からいて、 これを激しく攻撃した。細川忠自然は200余気が皆ち地にしたのを見て、上陸を命じ、大船700艘からなる四国の軍勢が昆布の浜に上陸しようとした。兵庫島周辺3カ所に展開していた5万余気は足利軍を迎え撃ったが、大勢に無勢であり、周辺の船着き場は防御が手薄になったため、中国、九州の平線64艘が、 和田岬に押し寄せた。小により久は和田岬の日田軍に側面から攻撃をかけた。また、柴高常の軍は山の手から海下山に陣する楠木正成の背後に回った。細川水軍は吉沢たちを引き付けるために、あえて水軍を東へ移動させ、東側から上陸しようと見せかけた。吉沢、吉助らが誘導されてきたところを、戦乱の後方の軍船が、 方向転換して、和田岬から上陸し、新田、楠の木の両軍を分断した。吉沢は先頭に立って、東側に上陸しようとする、細川水軍こそ、高氏の本体だと誤認していたようだが、実際には高氏は、方向転換して、和田岬へと上陸した、最後尾の軍船に乗船していた。細川忠だが海路を踏診し、幾田の森から上陸すると、 吉瀬田は退路を断たれる危険を感じて、戦線を離脱して逃走し、楠木軍は孤立した。ここで誰もいなくなった、和田岬から、悠々と高氏の本体が上陸した。合戦の数勢は、細川水軍の突撃が契機となって、一気に、足利有利に傾いた、と山本隆は表している。高氏の奇襲作戦は走行した。楠木正しは、新田吉瀬田と分断された後、 弟のクスノキマサスエに敵に前後を遮断された。もはや逃れられない運命だと述べ、前方の敵を倒し、それから後方の敵を倒すことにした。マサシゲは七百余計を引き連れ、足利忠義の軍勢に突撃を観光した。菊水の旗を見た、忠義の兵は取り囲んで撃ち取ろうとしたが、マサシゲとマサスエは奮戦し、ついには忠義の近くまで届き、 足利方の大軍を蹴散らして、妻、上野まで退却させた。忠義は、楠木軍に追いつかれたが、薬師寺十郎次郎が奮戦し、辛くも逃げ延びることができた。高氏は忠義が退却するのを見て、軍を荒手に入れ替えて、忠義を撃たせるなと命じた。そのため、吉良氏、孔氏、上杉氏、石同氏の軍六千余機が、港川の東に駆けつけて、後方を遮断しようとしたため、 正重は、正末ともに引き返して、新手の軍勢に立ち向かった。六時間の合戦の末、正重と正末は敵軍に十六度の突撃を行い、楠木軍は、次第に数を減らし、ついに七十三期になっていた。疲弊した彼らは、港川の東にある村の民家に駆け込み、正重と正末は差し違えて自害し、残りの副讐である、和田正太からも皆自害した。また、この 菊池武義があり、菊池武四季の使いで須磨口での戦いの様子を見に来ていたが、彼は、正しの自害する場に行き、見捨てることができないことを理由に共に自害した。楠木正しの戦死後、高氏と忠吉は合流し、日体義貞の攻撃へ向かった。義貞は、西宮に逃れていたが、ここに来ている軍勢は相手にすべき敵ではなく、港川から襲来する軍勢、つまり、 高氏、忠義こそが、本来の敵であると感じ、西宮から軍勢を返した。そして、吉貞は四万余儀の軍勢を三方に分け、幾多の森を背にして、足利軍と激しく激突した。まず、新田方の大立氏、明、枝幸吉らが率いる三千余儀が、細川氏、二騎士の六万余儀に襲いかかった。互いに多数が撃ち取られて、双方が引くと、新田方の中野院佐平、 大江田氏常、里見氏、鳥山氏が五千四騎で、孔氏、上杉氏の八万騎に襲いかかり、一時間ほど戦った。それらの軍勢も疲弊して自陣に退くと、今度は、新田方の脇屋義介、宇都宮金綱、菊池武重、河野氏、土井通蔵、徳野通都綱の一万騎が、忠田田義、良氏、石同氏ら十万騎に攻めかかった。そして、 吉佐田自身も左右に二万三千機を左右に立て、高氏の軍勢三十万機に攻めかかった。双方の軍勢は互いに譲らず、この激しいぶつかり合いで、大勢の兵士が戦死した。合戦は、大兵器で、天を響かし地をどうして攻め戦う。両子二流の戦い、新田、足利の国の争いもお限りとぞ見えたりけると、記されるほどの激しさに及んだ。合戦の規模からすると、 神殿と足利の合戦が、港川の合戦の本戦と呼べる、幾多森の戦いにおいておにぎれ、鬼丸を振るって奮戦する、新田義佐がしかし、足利方との兵力差は歴然であり、義佐なら宮方が命がけで戦っても、戦況を覆すことはできなかった。新田軍は敗北し、残っていた五千余儀の軍勢は、幾多の森の東から、丹波路に逃れた。足利方はこれを吸追し、 吉貞田は味方を警へと逃がすために後方に下がり、大将自ら伝軍を務めた。伝軍を務める吉貞田を足利方は激しく攻撃し、吉貞田は乗っていた馬が矢をいられて負傷しても、急塚の上に降り、味方からの乗り換えの馬を待ちながら戦った。吉貞田は足利方に包囲されたが、足利方の兵は、吉貞田の気迫に押されて近寄れなかったため、遠巻きにして矢をいた。 この時、吉貞は、源の三中の代から伝わる源氏十代の宝刀、鬼切れ、鬼丸の二振りの太ちを左右の手に持ち、それらを振るって奮戦した。大平記によると、吉貞は16本の矢を落としたとされ、その様子を、そのありさま、例えば四天皇、趣味の四方に意して同時に放つ矢を、林月草を巡るて、味噌の矢の大会に不落着前に、四の矢を取りて帰らんも、 格谷と格も隣と評している。やがて、吉貞の窮地を見た配下の小山田光家が駆けつけ、自身の馬を吉貞に渡して徒歩になり、敵兵を防いで吉貞の命を救い、その間に吉貞は、味方の軍勢に合流して、難を逃れた。光家は、秩父兵士、小山田氏の警府を引く武将と見られ、県務3年3月に、針まで、勝った老関を行い軍で違反に問われていたが、 義シに赦免され、その恩義から義シの身代わりになったという。ただし、この逸話は、大兵器古本には見られず、後世の過失である、可能性が考えられている。官軍総大将である義シは残兵をまとめて六千期で、京と帰還し、京の人々は攻めてくる足利方の軍勢に、慌て二めいた。朝廷では、官軍敗北の場合は、東坂本へ臨行することが決まっていたので、 27日に、五代醐天皇は三種の神器と共に京を離れた。吉瀬や脇屋吉助ら新太一族も、その後衛として、五代醐帝の臨行に同行した。港川合戦における、正重、吉瀬田の敗北の何よりの原因は、兵力の高にあるとされる。太平記においては、正重、吉瀬田ともに、敵は勢いに乗りたい軍を率いているが、一方我々の軍勢は疲弊して、 人数も少なくなっていると語っている。また、吉沢と正重の間に戦術面における連携の不備があったとも言われる。決戦の地であった当時の神戸市付近は現在よりも海面が高かったこともあり、今以上に海が六甲山地に迫っていて平地が狭く、大軍の行動には適さなかった。そのため、宮形は水軍を全く持っていなかったことが決定的な敗因となった。また、 山本隆は、深堀文書5月25日書状案において、この戦いの中で敗走する新田法34人を、池捕りにした、芥川河原の村やからと呼ばれた人々に、注目している。これらは、武士ではない村人であり、このような人々が、新田方に挑んで何十人も池捕りにするなど無視、出来の戦力であったことは、戦国時代だけではなく、この南北朝時代にも言える。 山本は述べている。桜井の駅史にある、父子別れの像港川神社港川の戦いや、正主が出陣前に、着手の楠木正幸を本拠地の河地国へ返した、桜井の別れなどは、勝ち目のない戦と知りながら、天皇のために忠義を尽くして死んだとして講談などで人気を博し、戦前の広告士官教育や、昇華などでも、盛んに取り上げられた。 現在の兵庫県神戸市中央区には、正重、正末兄弟終焉の地として、楠木一族を祭人に祀った港川神社があり、徳川三国寺室のアー中心楠の木の子の墓の石碑などが存在する。幕末期、長州藩は、早く上位を目指した。長州藩市、金重譲ゆずるの十回によれば、文久2年7月6日、京都河原町での、君前会議にて、 反論を決定するにあたり、つら小五を、スフ・シ之助は、反死に200人でも300人でも、京都へ出ている人数の中で、お互い港川をやる見込みより外に仕方ない。それならば申し分はない。つまり100人でも200人でも、揃うて港川をやると決心すると言って説得した。太平洋戦争末期の1945年3月21日の、 九州沖航空戦の際、神風特別攻撃隊第一神雷大岡隊第一神雷攻撃隊は九州南方沖に迫ったアメリカ海軍高速空母機動部隊に対する攻撃に出撃したものの敵の艦上戦闘機部隊の迎撃により全滅した。この部隊の指揮官であった海軍少佐野中五郎は鹿野屋基地を出撃する際にこれは 港川だよと探索したと言われている。終戦時の8月15日には、第5航空艦隊司令長官であった、海軍中将、うがきまといが、沖縄方面へ特攻を行い戦死したが、その際の日記、戦争録に、よ、また、難航精神をもって永久に尽くすところあるを期す。1600爆量集合、別敗を持ちあり、これにて本戦争録のページを平図を締めくくっており、 港川になぞらえていたことがわかる。戦後、東京水港舎で行われた海兵45気球誘拐でも、土井晋司が読んだ、宇垣まとめ中条並みに十7有識区水島への県営の中に、成中府旧港川にの一説があり、部下からもそのように見られていたのである。作家の柴良太郎は、昭和の軍部が医薬上層権に固執したのは、正重が考えた作戦を、 オーモンキヨ清忠が尻けて、結果的に滅亡に追いやられたことに悲憤したからでは、ないか、と、実著で述べている。A.B. モリス、イヴァン、ザ・ノビリティ・オブ・フェイラー、ホルト、ラインハート・ウィンストン、PP、132、ISBN 9兆7800億3千十万10万8112、太平気巻16、ニッタ品賓票ごと、ハット A.B.C.D.E.F。 太平記巻16、正重下校兵庫こと、峰岸、109ページ峰岸、109から110ページ、ABCDEFGH、太平記巻16、兵庫海陸、寄せてごと、奥富、191ページ奥富、102ページ、太平記巻16、本間孫四郎東屋ごと、ハット ABC、太平記巻16、京島合戦寺峰岸、 218ページ奥富、193ページ、山本、218ページ山本、218ページ、山本、219ページ、ABCDEFGHIJ、太平気巻十六、正重兄弟、内ちにごと、ハット ABCDEFGHIJKLM、NOBQ、太平気巻十六、6新田殿港河合戦時、土屋光逸ロス会、 ウォーカード・イリージ、土屋・光一作品集、明治通信版画、ウォーター・カラース・ウッド・バロックス、大見ギャラリー出版2008年、P199、奥富、194ページ、太平記巻16、小山田太郎・光景狩り・青麦ごと、ハット ABC、太平記巻16、聖書また、林光三文字、梅松論による、太平記の19日は、 明らかな誤り。山本、二百十九ページ山本、二百十七ページ。山本、二百十八ページ山本、二百十七ページ。山本、二百十七ページ。一坂太郎、くすぬきまさと、吉田昌院正さになりたかった昌院港川、神社二千十五年、p 十三海軍神雷部隊戦友改編。p 十八加藤博神雷部隊島月。 P202 千葉山昭隆日本海軍のおごり昇降群場中高文庫141ページ柴良太郎の日本人論と現代の日本21世紀の日本人にその声は届いているかありがとうございます